はい、どうもロリコン美容師トッキーです。今日はね、殺し合いって絵が分かりますか？まあ、漫画もね、あるんだけど、出演してる浅野忠信、その時の髪型がね、まあ、こういう金髪で、であとひげがね、全部なんかブリーチで、まあ、染めてるんだけど、その浅野忠信めっちゃかっこいいんですよ。まあ、今もちょっとねブリーチしてて、もうだいぶね黒いところがちょっと伸びてるんで、ブリーチ、ひげをブリーチしていこうかなと思います。塗り方をちょっとレクチャーしたいと思います。まずね、セルフでなんか染めるときね、まあ、ブリーチ単品だったら T シャツ、上 T シャツ、白い T シャツで、下まあ普通に下着とかでもいいし、まあ、あとはカッパとかでもいいのかな。うん、まあ、汚れてもいいやつをとりあえず着る。でちょっと塗っていきますね。で結構塗るときはね、塗布量多くしないと結構浮いちゃうから。正直ね、もう塗った瞬間私は皮膚が痛いです。で結構たっぷり塗った方がいい、思ってるよりも。痛い、すごい痛い。まあ、最初は結構ねざっくり塗る感じでいいです。で僕は結構もみあげ前伸びてるから、この辺までねいっちゃいます。で結構この顎の方もね、ある人はこの辺まで塗っちゃいましょう。で、この顎を下を塗るときはね、なんていうんだろうな、こう上からよりも下からこう塗ってた方が塗りやすい。塗る方を表にね、こっちに上にして塗りやすいです。スタックスビルを軽くね、こういう感じでやって、あんま細かい説明はねいらないかな。それたっぷり塗るだね。で結構もみあげね、どこまでやりたいかみたいなって時に、まあ、目安としてはね、このここかな、この耳のここで一番高いとこかな、高いところからこう平行に切ったところまでは塗るようなイメージで基本はいいと思います。こんな感じかな。ここからその平行にね、セルフムズ。結構ほんと塗布量めっちゃ大事で、薄く塗ってるとほんとムラになっちゃうし、特にこういう短いね毛を染める時ってほんとに浮いちゃうから、ほんとにベッタベタ塗った方がいいです。はい、できました。まあこれでもね、多分ねしっかり塗ったけど浮いてきちゃうんで、まあ例えばこういう感じでコットン使うんだったら、ヒゲ、この辺のヒゲだったらこれぐらいにちょっと切って、こういう感じ、まあ、この辺からはちぎんなくていいかなと思います。15分20分ぐらい置くといいかな。で結構ね、思いっきりペタって貼っちゃった方が毛が浮かないんで、ペタって思いっきりやっちゃってください。15分ぐらい置きました。ちょっと外していきます。 OKOKOK 洗顔して終わりです。はい、じゃあこういう感じです。結構抜けた。ちょっと長いかな、ヒゲ。ちょっと剃ります。はい、無事終わりました。
あ、もうちょっと抜いてもいいかなって思うんだけど、ちょっと俺の皮膚が限界を迎えているんで、これぐらいにして、ちょっと伸びたくらいが多分ちょうどいいんだよね。このなんか染めたてよりもなんかちょっと黒が伸びてきて、ちょっと黒と金が混ざってるぐらいの方が馴染むって感じで、うん、まあ塗り方はね、ああいう感じでやってもらえれば、うん、いいと思う。で、まあもうちょっとね、抜きたい場合はまたもう一回ね、やる。これで俺は殺し屋一の浅野忠信になれたと思います。ヒゲの染め方のレクチャーをしたので、ぜひね、この染め方参考にして、ヒゲ男子は金髪にして違いをね、見せてあげるといいかなと思います。じゃあみんなヒゲで楽しもうぜ。